ちなみに祭りは学校で柔道の授業あるから柔道着持ってるよ。クラスメイト40人中39人男だから男と柔道するっていうね。倒せた人いた？いないよ。でもみんな倒れてくれるから。いや、そういう授業、なんか別に試合をするわけじゃなくて受け身とかやるだけ。最近だと危ないからって授業少なくなってるらしいね。もう多少の危なさはしょうがないだろうって祭りは思うタイプだけどね。過保護になりすぎるのも良くない。程よく危ないことをして、あ、これは危ないんだって学ぶのもね、人生の勉強なんじゃないかな。危ないものから遠ざけたら本当に危ない時に、あ、これ危ないことだなってわからないかもしれないからね。死ななければ骨の1本や2本ね、折れたところで治りますからね。痛いを経験するのは大事だなと思います。ちなみに祭りは骨折したことないですけどね。てへ。いや、骨がね、祭り丈夫すぎてね、牛乳好きすぎマンだからね、もう骨がもう、つよつよなんだよね。ガチガチ。彫刻刀を指にぶっ刺したことある。美術の授業で、ぐさっと刺さって。あと3ミリ深かったら、病院送りだったねーって言われながら、血ダバダバに流して保健室行ったことあったな。普通に美術の授業で使ってた彫刻刀。普通に怪我、大怪我っていう怪我したことないな。なんか車にひかれた時もなんともなかったし。ひかれた？2回かな。ひかれたことあるけど。どっちもなんともなかった。吹っ飛んだけど。行ってーっつって。すいません。ひかれちゃってって。車にひかれるとめっちゃ痛くない？いや、そんなに痛くなかったかな。あんま覚えてないけど、なんか、アドレナリンが出たんかな。わかんないけど、なんか、引かれたやばいみたいな方が、でかかった。なんか、引かれるってことは、車の方が悪くなっちゃうじゃん。そっちが申し訳なさすぎて、焦って、もうなんか、祭り走って逃げたもんね。すいませんって、そしたら止められたけどね。待ってって。連絡先渡されて、何かあったら言ってねって言われて。はあ。でも何ともなかった、マジで。祭り火事を起こしそうになったことある。柏餅作る調理実習で、蒸すのに、布をさ、水で濡らして、こう、ポフってやんないといけなかったのに、祭り水で濡らすのを忘れてて、そのまま布をやって、そしたらなんか、その布がちょろって出てて、火が移って、あってなったね。燃えた。もう絶対料理しないで。テヘペロ。まあ、いい経験だね。まあ、布を濡らさないと蒸すができないんだなっていう。どれくらい燃えたの？なんか、男子がね、焦ってその、もう燃え盛った布をね、なんか、やばいっつって、ピッて引っこ抜いて、投げて、ちょっと、天井の方に、えいってやったんだけど、焦げそうだなって思いながら見たくらい。でもなんともなかったよ。あのまま放置してたらかじってたかもしんないけど。小学生の時？高校だよ。能天気。もうキッチンに近づかんでもろって。料理できるけどね。祭り。言っとくけど。魚を三枚におろすの、うまいよ。先生に褒められたよ。一番うまいだよ。まあ、リスクはある。祭りは料理できるけど、包丁持つと怖いって言われる。そう。
別に普通に包丁扱えんのになんか、包丁怖い、持ってるのが怖いって言われる。偏見だ、偏見。偏見だ、おかしいだろ。白いやつしか使わないんだっけ？あ、そう、鉄のやつはね、ちょっとね、祭りも。鉄って、だって刺す用みたいな、なんか感じあるから、怖いから。白いプラスチックみたいなやつしか使わない。お祭りに包丁向けたんでしょ？あ、反抗期の時ね、それは。三段ベッドで寝てたんだけど、三段ベッドの一番上だったんだけど、お布団のところに包丁を用意してたの。だから、まあちょっと昔だからあれだけど、一番上だったから落ちたらお姉ちゃんとかに刺さってたなーって思うと怖いなーって思うよね。危なかった？なぜ？いや、反抗期だったから。なんでベッドにあんねん。え、なんか、反抗期だったから。刺す用じゃん。そうだよ。刺すつもりで持ってた、その時はね。反抗期だったんだもん。でも、ママ祭りもハサミで応戦したって聞いて、そうだよ。お母さんが怒りに来たから、包丁を向けたら、お母さんに去って行って戻ってきたと思ったら、布切りハサミみたいな、クソでかいハサミで戦ったもんね。懐かしいな。半端なら敬語。ふわふわしたいならと。